ジッププラス3やった2020年同期のトリオスペシャルで今日はお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。本当にね、みんなどっちも リラックスして一番噛んでる、一番リラックスどっちかというのも招かれる側なんだけど、スポーツの山本博之アナウンサーが夏休みということで、はいはい、私たち同期の、はい、息合わんな同期、本当に田辺大地アナウンサーが来てくれました。田辺と申します、よろしくお願いします。よっ、ちょっと自己紹介をお願いします。はい、普段はGoingやおはようバゲットなどの番組を担当しています。大学までずっとサッカーをやっていまして、まあ、サッカーしか取り柄がないような男なんですが、どうぞ。そんなことない。すごい、わざとらしい。わざとらしい。そんなことない。でも僕思って、ここへ。僕たちは、内定者時代から田辺大地アナウンサーのことを知ってます。はい、で、夢が。ZIP に出ることって言ってたよね。そう、本当にそうだ。あ、ね、就職活動中の就職活動中のエピソードも話したけど、ね、いや本当に僕ZIP をやりたくて日本テレビ志望 し始めて、この、ね、ZIP プラス3をやりたくて入社したっていうのもあるので、本当にプラス3をやりたくて、プラス3やりたくて入社言ったんだよね、ちゃんと面接で。やりたいことなんですかって言われてプラス3がやりたいですなんかあんま響いてなかった。就職活動のさ、なんかマスさん、徳島さんがなんか座談会かなんかで来てくださった時、なんか就活生何人ぐらい、30人ぐらい、結構いたね。お前にマスさん、徳島さんがお話ししてくださった時に、なんか一人でずっとこうやってこうやってたっていう逸話がある。そう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 。なんか、ね、徳島さんとかがこう最後なんでみんなで、うん、ってやりましょうかって言ってくれて、やれるんだって思って余韻でずっと、ね、みんなでやった後一人でこうやって余韻ジップをしてたわけね。80ジップくらいしてた、うん、でもジップをやりたい、志望したい理由ってのは何だったんだっけ。大学までずっとサッカーやってて、大学の3年生くらいの時に膝怪我しちゃって、いつも朝練だったから朝時間、朝練があって見られなかったんだけど、たまたま怪我してもうベッドから起きられなかったから、たまたまテレビつけてたらジップやってて、もうそこで、こんな素晴らしい、ね、情報を伝えてくれて、やっぱ自分が知らなかった世界を本当にこう教えてくれる、そういった存在になりたいなと思って日本テレビ志望しました誰に向かって言ってんの、もう一回面接してんのでもその頃からじゃあマスさん、徳島さんまだか。いや、マツさん、徳島さんだっての時代のジップを見てってことだよね。見て、もうじゃあ憧れの存在、念願の、ね、最初初泣きの時に、ね、4人並んで挨拶さ、ね、やったやった、ね、ガチガチになりながら、でそこからまあ3年くらい2年くらい経って、ね、まあ、またこのジップにスポーツとして担当してみてどうでした、1日目。いや、もうまず率直な感想は、めちゃくちゃ楽しかったなって、かけ本で入ってくるじゃん、LED の前に、あそこに立ってずっとこの周りのリボンをこうやって見てオンエア中マジマジとCM 中CM 中ジップだって思ってそう、スタジオに来るのはここは初めて。このスタジオ初めて。あ、裏がね、ヒルナンのスタジオだから、ね、代打やらせていただいた時とかにここ自体はあるけど、そかそか、こっち側は初めて。ああ、すごい、めっちゃ立体的って思う。確かにそうだよね。そっか、画面通すと。めっちゃ明るいなって思う。ジップだって思う。ジップだ。でスポーツとしてまあ楽しかったで、こんなロケとかこれやってみたいみたいなのってあるんですか、ジップで。いや、ジップは。でも僕本当にこうプラス3やりたかったんで。あ、そうなの？いや、これ絶対嘘だろうって思われるかもしれないんですけど、プラス3やりたかった。しかも同期でね。同期でまさかこんな3人揃うとは。まあ確かにね、3人揃うって。いや、なかなか。今ジップって なかった？3人揃う。ヌカリア。だって私とヌカリアが一緒になることが絶対にないから、曜日が違うから。そっかそっかそっか。そう。この3人で話すっていうのは。なかなかないし、なんかちょっと不思議な気持ち。今日終始ニヤニヤしちゃう。してた？俺もずっと。でも俺多分北脇と石川と番組で一緒になるの自体初めてな気がする。だ、そうね、そう、初めて初めて。同じ番組はない。ヌカリアはGoingで一緒だから、そう、同じ曜日たまに代打とかでなったりしたけど。あとバゲットもね。そう、バゲットも同じトレーニングクラブ。トレーニングクラブやってるから。いや、そう、なんかそれこそ
田辺が仕事をしてるところを生で初めて見た。確かに一応ね、一応してた。ちゃんとできるんだぞっていうところをね、うんうん、ちゃんとしてた。めちゃくちゃ声通っててびっくりして、うん、いや北脇の声の大きさも慣れてたから声通るのは知ってたんだけど、うんうんうん、田辺がこんなに声通るスポーツ結構張ってたね。張ってた。多分ね、あの気合が入ってた、うん、憧れの番組だし、 いつもの 1.8 倍くらいです。いやすごいびっくりして。でも成長してました。研修の時より研修の時ね、お互いにね、もううちらダメだなって言ってたね。懐かしいね、あの時もね。本当にね、懐かしいけどめちゃくちゃ4人で慰め合いしてたね。あの研修終わってすぐね、新橋のねカフェに入ってね、今日あそこなんであんなできなかったんかなって。でも俺らよく頑張ったよなみたいな。いや、そうそう、頑張ってたよね。ちょっと成長した気がするんだけどなみたいな感じの慰め合いしてた ね。お互いいいとこ一個ずつ言う。そうそう、言い合ってね。あとは自尊心を保つためにやってた ね。懐かしい。それからだってもう内定者時代からだったら3年ぐらいだめですよ。しみじみタイム入ってる。一緒に仕事してるよ。でもね、一個ね、あの明日もね、うん、明日もそうなんです。あの、はい、来てくれるということで、はい、あの ZIP プラス3をご覧の皆様には一つ第一のことを覚えてほしい名前というかニックネームがあって、新潟の何って言われてたんだっけ。え、何何でしたっけ。ね、サッカーのいわゆる何々リーグというところ出身ということで、はい、新潟の何々って言われてたので、それでぜひ覚えてほしいんですよ。第一のことは、ね、高校時代から新潟のプリンスやらせてもらってました。え、過去形過去形。今もやってるよね一応。今も新潟のプリンスでやらせてもらってますけど。で、これ理由は説明しないと。高校サッカーのそのリーグ戦というのがありまして、うんうんうん、最高峰がプレミアリーグ、うん、全国の強豪チームが集まって戦うプレミアリーグが一番上だって、はいはいはい、その一つ下が各地域ごと関東リーグだったり、うんうんうん、北信越リーグだったり東海だ、うん、そこがプリンスリーグっていう、うん、なるほど名前で、うん、その何を勘違いしたかわからないですけど、その友達がいやプリンスだよねみたいな、いや俺は別にプリンスじゃないっていうそこのリーグに所属してるよねっていうのでプリンスだよねって言ってきたんだよね。でも俺は別にプリンスじゃないリーグなだけで。だからこれもう本当に内定者時代に会った時に新潟のプリンスっていうワードが強すぎて、もうこいつは絶対新潟のプリンスで売っていくんだろうなって思って入社したの。それ以来一回も聞かない。そう、あんま聞かなかったけどぜひ俺は覚えてほしいという。3年ぶりくらいに行った人、多分3年ぶりくらいに思い出したでしょ。思い出した。でも第一といえば新潟のプリンスか、全国高校サッカー出場して1回戦で点決めた。はい、そう、それがすごいよね。いや、そう、点決めてるから。どこ相手だっけ。那覇西高校相手に1回戦、うん、で2回戦で東福岡高校とやった時に田中武アナウンサーに実況してもらって。あ、それが2回戦だった。 それもちょっと一つアナウンサー目指すきっかけだったので、その映像もしっかり残ってますし。ね、それすごい、ね。武さんもちゃんと覚えてた。そう、武さんは多分あんまり覚えてないか。覚えてなかったか。覚えてないのか。じゃ新潟のプリンスとタコハチ、うん、タコハチ。あのね、ウィキペディア見たんだけど、山本博之がタコハチと名付けたって一番最後に書かれてツイッされてた。7月二十何日かに明記って書いてます。誰かがこのプラス3を見てくださって明記されました。自分じゃない、はい、自分じゃない自分じゃない自分でやってる。俺じゃないで、一番上にね、例えばだけ、うん、石川みなみとか愛称みなみとかってこうあるじゃないですか、はいはいはい、で誕生日とかってある中で、北脇大樹愛称タコハチって書いてそこもちょっとあの見ていただければ。すごい、ちょっとマジでこの後すぐ見よう、はい、ウィキペディアが改編されてました。それぐらい ZIP プラス3影響力大きいってことだから。じゃあもしかしたら新潟のプリンスになれるかもしれな い。恥ずかしいからやめてほしいな、それは。チェックしよう。そろそろ締めましょうということで、また明日も来てくれるということで、明日抱負お願いします。一言、明日も声張ります。以上 ZIP プラス3でした。トキさん、いいね。よろしくね。明日の ZIP も見てね。